ご紹介いたします。次のチームさんは名張市からお越しいただきました岡部の皆さんです。よろしくお願いいたします。はい、どうぞお願いいたします。岡部さんですね、桜の花の女と書いて岡部と呼びます。とても可愛いネーミングですけどね。今日はたくさんのお子さんたちも連れて来てくれました。どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。朝早かったね。朝早かったね。ありがとうございます。進むの我らオカメ笑ってこに